こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、花に成功あり、月に影ありです。出典は、当馬前期集です。花は、清らかな香りがあってこそ花であり、月は生命な光があってこそ月であるということです。影は光の意味です。それぞれが本来の姿であることが尊いのであり美しいのです。それでは今から花に成功あり月に影ありを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。